はいどうも、忍者になったん。ヨーロッパ忍者修行、フィンランドに来ています。朝からオートミールとティーをいただき、iPhone をアップデートしたら、SIM カードが使えなくなりましたが、なんとか戻せました。フィンランド、ただでさえ寒いのに、今日は雨です。最悪です。帰りたい。帰る言えないけど、路上ライブの予定を変更し、近くのモールでチラシ配り、ワンフロア配り終えたので、地下鉄に乗り移動します。駅に到着すると、エスカレーターが動かず、歩きました。 なんでこの日のフィンランドの気温雨はまだ降り続けてるのにみんなあんまり傘持ってない忍者もやけど駅の近くにあるモールに到着しチラシ配りスタート早い時間やったからかインスタライブ誰も見に来てくれませんでした孤独な中、4フロアのモールを配りきり歩き疲れてデパートの椅子で寝てたらおじさんに大丈夫と声をかけられ心配されました3つ目のモールは 2フロアありましたが全店舗に断られました4つ目のモールがなかなか見つからず雨の中歩き続け修行でしたとある店舗の奥から子供が出てきたので手裏剣ステッカーあげたら喜んでもらいました結果約2時間半チラシ配りお疲れ忍者フくク寿司食べ放題よく見かけました地下鉄のデジタル広告 ホストから誘われていた夕方からのパーティーに備え、地下鉄で一旦家に戻ります。ホストと地下鉄に乗り、パーティー会場へ向かいます。駅から歩いて5分、カラオケバーに到着しました。カウチサーフィンをやってる人や、それ以外のグループの人たち、いろんな国の人たちが集まって、忍者は興奮しました。このパーティーに来た人は、スタンプを押してもらえます。携帯を入れるだけの充電器がありました。 透明かと思ったけど違うみたい。これ何かわかる人いますかでもやっぱり一番気になるのはカラオケ。壁に取り付けられている iPad で探します。説明誌はありませんでした。歌いたい曲をタッチして自分の名前を入れます。しばらく経つと画面に表示され、店員さんにマイクで呼ばれステージに立ちます。<music> 人がオレンジをご馳走してくれましたフィンランドの曲主催者より今日誕生日の人がいるということで初めて会った人の誕生日をお祝いし各テーブルに配られたケーキは無料で食べていいとのことだったので6種類のケーキを食べました主催者にどれが良かったと聞かれたのでキャロットケーキと答えると 箱ごと持ち帰らせてくれました。フィンランドめっちゃええク車椅子でエスカレーターを登り切ったスーパーおじいちゃん。